パリ五輪リは9日、新競技のブレイキン女子予選リーグが行われた。初めて見る人も多く個性的なダンサーネームなどが話題を集める中、服装が黒猫ヤマトの制服にしか見えないと一躍注目を浴びる選手が出現。しかも対戦相手の名前も相まって、出来すぎやろ、と仰天の声が上がった。ステージに上がったレイチェルガン、オーストラリアの服装は上下とも深緑を基調とし、 桃の側面には黄色のラインが入っていた。さらにキャップも同じ色、長髪を耳にかけ、キレのあるダンスを披露した。一方、相手の老眼エラなエドラのダンサーネームは、ロジスト、ロジスティクス。互いにキレキレのダンスを披露し、2対0でロジスティクスに軍配が上がった。騎士感のあった X 上の日本人ファンからは、ヤマト運輸の制服に見えて仕方なかった WWW WW。 従業員に入れ替わってもバレなさそうとヤマト運輸の配達員に見えたという声が続出。一方、対戦相手のダンサーネームがロジスティクスということもあり、奇跡的コラボが盛り上がっている。奇跡の運輸対決だった、出来すぎやろ、どちらかというと対戦相手の方がロジスティクス、ヤマト、話題になっててすごい。ロジスティクス×ヤマトの物流感、ヤマト VS ロジスティクス、 日本的には盛り上がった W。混乱するは、日本人からしたらいろいろ突っ込みどころ多いな。わら、ロジスティクス VS ヤマトの物流対決。ロジスティクスは生産、保管、出荷、配送などに関わるものが効率よく流通する仕組みのことを示す物流関係の用語。配達員風の服を着た選手と対戦し、まさかの盛り上がりを日本のファンに運んでいた。